宮田奈々子と大石あゆかのラジポ。ポ、皆さんこんにちは、宮田奈々子です。ポ、皆さんこんにちは、大石あゆかです。この番組はポッと芽を出したばかりの私たち2人の新人パーソナリティが一人前を目指していつかポッと花を咲かせられるよう奮闘する番組です。大石さんのパートナーを務めるのは A&G アカデミーラジオパーソナリティコース出身者です。現在は私、宮田奈々子が務めます。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、もう2022年最初のラジポだそうですよ、はい、皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。そしてもうね、いまだにね、はい、名前の呼び方全然定まってないんだけどさ、奈々ちゃん、宮田ちゃんとも2回目のラジポっていうことでね、はい、緊張してる？めちゃくちゃ緊張しました。あ、前回のね、前回の見たらさらに緊張してた、うん、それを踏まえてなんか今回は交渉があるのとりあえず、なんかね、喋ってない時が怖かったんで、うん、笑顔でいようって思いました。いいじゃない。まあでも今日はね、もう何たって M1 の話するんでしょ、だからもう笑顔溢れちゃうよ。しますえ、どうだったの M1、 見れた？え、見ました。なんかちょっと遅れたんですけど、8時ぐらいに帰ってきたんでちょっと遅れたんですけど、ちゃんと見ました。私もね、見れたんだよ。敗者復活の本戦を自分の配信の合間に。いいなと思って、そう。生で見れたのいいなと思って。いや、もう激アツだった。激アツですよね。それはそうだ。うんうん、本当に。投票とかもね、なんか敗者復活のやつとかも投票したり。ね、いいね。本戦も、なんか、ツイッターとかで、なんかいろいろその、予想？あ、そう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 で、私はね、真空ジェシカを押してたんですけど、押してましたね。そう、6位っていうことでね、いやでももっと高くてよかった。本当にそう。でもそのつかみを、あの、なんだっけ、カウントダウン TV のメガネの、言うとしたら僕っていういつものそのやってくれて、なんか嬉しかった。それやらない時もあるんですよ、やっぱ。あ、ちゃんとやったなと思って嬉しかったです。 M1 でやるからこそみたいなね。そう、え、でもそう言ってたからすごい注目してる、こうやって、あ、来た来た来たと思ってね。ちゃんと見たよ。面白い。そう、一日所長、一日、市長か、市長、よかったな。10秒で帰っていくやつとかね、めっちゃ面白かった。そう、いやでも本当になんかすごいね、最初の組からさ、めちゃめちゃこうもう盛り上がっててさ、ずっと熱かったから、いや、これ最後どうなるのかって思ったけど、よかったな、めっちゃ面白かったっていうのいた？あれは、ね、あの転生するやつは、あれは、あれロングコートダディ、ロングコートダディか、めっちゃ面白かった。面白かったね。ワニ、そう、ワニの印象的にね、肉うどんね、そうだ、肉うどんだ。トレンドに、ツイッターのトレンドに肉うどんって上がって、そうコンビ名じゃなくてね、あのツッコミがいいよね、あのツッコミの間っていうかさ、もう本当に、ね、面白かったけど。そう、でも個人的にオズワルドが優勝するかと思いましたよ。あ、本当に、ちゃんと、あ、でもオズワルド、私1回戦のネタの方が好きだったなっていうのがあって、そう、2回戦を見た時に錦鯉かなって思った。確かにね、すごかったもんね、勢いもね。そう、すごかった、やっぱなんかこの M1 特有の空気感というかさ、やっぱこの緊張感もあるけど、この盛り上がる感みたいなのがね、すごいいいですよね。そう、すごい、いや、終わっちゃったなと思って、ちょっと寂しい、また来年。本当にね、なんかぜひ見れてない方はね、なんか YouTube とかでもね、ネタ動画上がってるので、ね、上がってます、チェックしてほしいんですけど、でも本当にこうやっぱあの、あそこもう年明けてるからあれだけど、あの年末とかね、もうすごいこういろんなお笑い番組多くてさ、ね、いっぱいある、ね、実は私たちまだね、この収録上の関係でね、まだ年を越せていないので、全然そう、今回はちょっとあの年越しとかね、なんかそういう何、年末年始の話はあんまりできないんですけど、そのお笑いトークとかもね。ね、本当に年末をね、たくさん見ると思うので、またお笑いの話できたらいいなって、ね、し、この後もいっぱいするんでしょ、はい、実はしますね。というわけで、じゃあもう早速いっちゃおうか。はい、はい、そんな感じでもうお笑い好きな奈々ちゃんと今回もお送りしますよ。はい、はい、それではさらさらいきましょう。30分間私たち2人のトークにお付き合いください。
宮田奈々子と大石あゆかのラジポ。さてさて近況トークしていきたいんですけど、奈々、はい、ちゃんがねまだまだそうなんですよ、まだまだということで言いたいことがあって、いいよ言っちゃいなよで、ね、あの M1 の前に W だったと思うんですけど、うんうん、見たよ。 その後に M1 があって、私の日程では、うん、M1 があってでその後に私が、ザ・ W のアフターパーティーっていうのに行ってきて、そののがあるのね。そう、うんうん、ファイナリストと歴代のファイナリスト、うんうん、優勝者がネタを見せるっていうネタと、うん、すごい、そう、うんうん、あのトークをねしてくれるっていうのに参加してきたんですけど、うん、いいじゃない。そう、やっぱ生で見るっていいね。そうだよね、全然生で私見たことないかもしれない。あ、そうなんだ、うんうんうん、やっぱねいいなと思った。うん、あとそう、ね、そう、違うネタを結構みんなやってくれたんだけど、うんうんうん、紅生姜さんのあの漫才しか見たことなくて、うんうんうん、コント初めて見たんだけど、うん、めっちゃ面白かった。はあ、めっちゃ面白かった。私ね漫才よりねコントの方が好きかもしれないって思ったんだよ。そうなんです。そう、でも、うんうん、有吉の壁好きって言ってるもんね、うんうん、コントっぽいなって思ったそうだね、奈々ちゃん漫才派だもんね。そう、漫才派だからね、うんうんうん、でもコントもやっぱ見ると面白い。面白い。あと吉住さんの、うんうんうん、もう空気感がすごいなと思った。わー、うん、いやだってさ、そのさっきも言ったけど M1 のその空気感とかもすごいって言ったけど、うんうんうん、テレビ通してもさこう皆さんすごいのにさ生で見たらね、そう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 、より ねもうビシビシ来るよね。いいな、私も本当に生でお笑い見たいなと思ったもん、うん、話聞いてて。いやぜひ見に行って、ね、なんか昔ね浅草の演芸館とかでちょこっと見たことはあるけど、はい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 、みたいな感じだったから、か絶対なんか特に思い入れのあるね、コンビとかね、うん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 、見たらねすごいより盛り上がりそうだなと思って。いやお笑いでも推しを見つけようじゃぜひね今で、ね、狐が推しだけ どそっか、推しがいるのか。あの番組的には勝手に有吉の壁を応援してるので。そっか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 ぜひね漫才もじゃあこれから、ね、うんうんうん見てみたい。そうな、ぼかちゃんはどう最近もういいのいきなりいやでも本当にそれこそザ・W も見たし、うん、M1 も見たし、うん、もうやっぱねこうお家のお家にねこたつ買ったからさ、もうこたつに入りながらこうさゆっくりもう年末かよみたいな過ごし方をしてたのね、でそう結構特番もねなんか他にもいろいろお笑い番組撮ってまだ見れてないのいっぱいあるからこれから見ようと思ったんだけど、うん、そうでそれでそう結構やっぱお家にいる時間多いからご飯ね作ろうと思ってあーよかったあの前回のベスポー3、はいはい、で言ってたご飯のお供シリーズ、ご飯のお供シリーズでねやっぱねご飯食べたくなって、あ納豆食べましたか。あ納豆はね買った。あ納豆があって今回のお供ではなく納豆は、うん、なんかうちのもうあの大石家直伝のレシピの納豆卵チーズトーストっていうのがあって、それで納豆使うからご飯とは一緒に食べずとりあえずご飯を炊いて、ご飯炊いて麻婆豆腐作ったよ。あ麻婆豆腐ね最高、なんか3倍くらい食べれたの。あやば最近本当に、うん、食欲旺盛でねすごいもうすぐおかわりしちゃうんだけど、じゃあもう1号とか炊いたらなくなっちゃったってこと？なんかもうね2号3号炊いてなんか冷凍ご飯冷凍しとこうって思っていっぱい炊くんだけど、うん、一瞬でなくなっちゃうから、うんうんうん、おかしいなおかしいな冷凍する分ないなそうから後日冷凍庫開けてご飯1個しかないじゃんなんでみたいなやばいな、うん、いやでもね本当に久しぶりに白米を炊いたの。だからお米買ってきたのも久しぶり、3年ぶりとかそんなもんかな。料理しないって言ってたけど、ね、想像以上だったわいやでもなんかまあ冷凍ご飯とかチンするご飯とかで、はいはい、まあ、ちょっと買ってきて総菜買ってきて食べるみたいな感じだったんだけど、ちょっとまあこのこれを機にね、うん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 、ご飯いっぱい作ろうと思って帰ってきたけど、やっぱ美味しいね、うん、お米炊いて食べるのね。いいよね、美味しいよね。しまぼう豆腐も、ね、結局納豆入れなかったんだけどなんかあの中華屋に勤めて10年みたいな友達から秘伝のレシピを聞いて、そんな友達いるんだすごい。なんかあの豆板醤と、うんうんうん、甜麺醤とあとなんかなんとか醤みたいな、なんか本格的なやつだ。クックドゥとかじゃなくなんかいろいろ入れた方がいいよって言われたから言われるがままに勝手に作ったけど、めっちゃ美味しかった。麻婆豆腐好きなんだよね私。いいね、麻婆豆腐食べようかな。で麻婆豆腐あれ3位だっけ前回。そう3位に入れた。そうだよね、1位が納豆で、そうそうそう、2位が肉豆腐で、3位が麻婆豆腐。麻婆豆腐か。そうでも麻婆豆腐に納豆入れるの
がおすすめなんでしょ、うん、いやなんか入れてもいいかなって何それ言っただけ何おすすめなわけじゃないんだそう私もまだやったことないやったことなかったやったことないけどまあなんかカレーに入れてもいいんだったら麻婆豆腐もいいんじゃないみたいな感じ悩んだ一応納豆あるからこれ入れるべきかなと思ったけど次入れてみるわ入れてみて入れてみて美味しかったら食べるわじゃあなんでよおかしいじゃんなんかその毒味役みたいなさいいですけどというわけでね、はい、そうご飯もここから作っていきたいのでね、うん、なんで料理もね結構好きなんでしょ。そう好き。え何あれ作るの何が得意なんだっけ。ねレンコン料理をやったって言ったよね。そういえばそうでこうちょっと放送上今から年末になるんですけど、うんうんうん、あの筑前煮とかも作る予定なんで。すごいね本格的なやつだ。そうだからちょっとご飯3年ぶりっていう驚きが隠せない本当にちょっといいレシピあったらまた教えて。全然教える。これ作ったとか言うのもね、うん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 、っていう感じでご飯も頑張っていきたいと思います、はい、じゃあねメール募集してたのでねそっちの紹介もしていきましょうかね、はい、前回のメールテーマ2021年のハッピーニュースということで、紹介したいと思いますよ。お願いします。はい、達也さんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。大石さん宮田さんこんにちは。こんにちは。2021年のハッピーなニュースについてということでメールを送らせていただきました、はい、僕は免許を取ったことでしょうか。今まで電車やバスを乗り継がなくてはいけない場所も車ならマイペースで行くことができるので生活がめちゃくちゃ変わりました。車も人生で一番大きな買い物にはなりましたが便利で楽しいです。車の中をより過ごしやすくカスタマイズするのにもお金がどんどんかかりますが、すごいな、うん、ピカピカな愛車を見ていると気持ちがハッピーになります。メールです。ありがとうございます。ありがとうございます。これはハッピーですね。これはハッピーですね。だって免許を取るとこから行って、すごい本当にそう、免許を取った後にこんなに車にハマるスピードが速いっていうのがすごくないですか、ね、結構カスタムするまで行くってすごい。確かに確かに。なんかね都内とかだとね、うん、なんか免許取るだけ取って車持たないみたいな。そうそう結構あるけどね、結局持たずみたいな、うん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 、あるけどちゃんとハマってる。でもねこの気持ちめっちゃわかりますよ。このカスタマイズ車は持ってないですけど、はいはい、免許持ってないですけどあの私今年引っ越しして、うんうん、お家の中をね今まで全然家にいない人だったから、はいはいはい、なんかそうこれを機にすごい過ごしやすくするためにそれこそゲーミングチェアも買ったり、こたつも買ったし、なんかすごいね居心地よくてお家が。あそうなんだ、うん、なんかめっちゃ気持ちがわかる。だからもう今はねもうちょっとした隙間でもお家に帰りたいと思っちゃうもん。あでもこういうのそうだよね、一個なんか置いて、うんうん、そういうのにハマるともうどんどんその部屋とかもどんどんそういう風にしていきたくなって買っちゃうよね。そうなんか物増えすぎて次引っ越すのこれね大変だなってめちゃめちゃ思う。大変かもしれない断捨離が大変かも、ね、にそうなんだよ。まあでもそれこそ車もね第二のお家なんて言いますからね。確かにいいね。いいですね、これはハッピー本当に、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。次も紹介しましょう、はい、うん、では続きましてラジオネームマロンさんからいただきました。ありがとうございます。大石さん宮田さんこんにちは。こんにちは。私の2021年の個人的なニュースはなくした財布が無事帰ってきたことです。お、よかった。お買い物をしようと思ったらレジで財布がないことに気づいて大パニックになり泣きそうになりながら駅を出てから道を何度も行ったり来たりして財布を探したのですが見つからずもうダメだと思ったらショッピングモールの事務所に届いていたみたいで連絡をいただきました。お財布を落としたのが道端だったら見つかっていなかったかもしれません。ショッピングモールに入ったから落としたのが不幸中の幸いでした。そもそも財布をなくしたことは悪い出来事でしたがそれが無償で見つかったのは自分の中で良いニュースでしたということで、よかったです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。確かにね、お財布良かった本当に。お財布落としたことあるわ、今ないかと思ったけど。いや私ないね、あんまり落とさないけどでもパニックになるよねそれはね。いや確かにそれはそうパニックになるなと思って。私スマホだったらある、うん、忘れてきちゃったみたいな、飲食で机の、うんうん、置いたまま帰っちゃったみたいな、うんうんうん、そうそれもまあお店にあるって分かるからいいけど、うんうんうん、もうこんなその帰ってきてから気づいたらどこに、ね、大パニックだよね。そう大パニック。私今そう思い出したけど、うん、なんか高校3年の時に落としたらしいのね、うん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 、自転車で通学してたからポーンって飛び出してリュックの中からでどこに落ちたか本当に分かんなくて、うん、で警察にも言ったけど全然見つかんなくて、
でそのまま上京して、上京した後に見つかりました、うんうん、ね、ご本人様取り来てくださいって言われて、いやいやいや、そんなことあるんだ、あった、なんかずっとコンビニかなんかが預かってて交番に届けてなくてみたいな、数ヶ月後にみたいな感じだったんだけど、まあ、結局お母さんに取り行ってもらっていやよかった感じだけどね、いや本当によかった、確かにハッピーですわ。でも意外と見つかるもんなんだね、いや見つからないかと思った、いや日本は大丈夫じゃない、わかんないいい国なのでじゃあ次のねメールテーマをね、はいはい、考えたいんですけど、はい、まあ、せっかくもう年末年始をもうこう、うん、今のねこの番組的放送時期的にはもう過ぎてるのでね、うん、皆さんにまあ普通おたと言いますか、はい、まあ年末年始のことでも何でもいいのでね、はい、今回は募集したいと思いますよ、うん、なんか意外と普通おた全然募集したことがなかったからね、それ聞いてびっくりした、うんうんうん、そうなんです、まあ年末年始もいろいろあったと思うし、私たちもねそうなんですよ、次の放送ではちゃんと年末年始を迎えられてるので、ね、そうそういろいろお話ししたいと思いますので、ぜひ皆さん普通おたについて送ってください、はい、皆さんからの投稿お待ちしています。宮田奈々子と大石あゆかのラジッポ、これが本当のベスポ3、イエーイ、番組から出されるいろんなお題について私とほかちゃんで相談して番組の独断と偏見に基づいたベスト3ならぬベスポ3を決めていきます。はい、はい、ちょっと前回は波乱の、うん、展開で、ね、そんなことなかった、2人の意見がねちょうど合致されてた、おかしいな、されてた気がするもうね、でもねどんどん話し合っていきたいから、うんうん、早速もうね今回のお題に行っちゃいますよ。はい、わかりましたよ、はい、では一体どんなお題なんでしょうか、お願いします。ピザということで、ピザ、それでは、ね、こちらのお題について私たち2人で相談してラジポの独断と偏見によるベスポ3を決めていきましょう。はい、はい、まずは、うん、一旦私たちそれぞれのねランキングを作ってみましょう。ではちょっと考えさせてください。まあ、クリスマスとかもありましたからね、確かに、あピザか、いやー、難しいな、なんか結構、うん、なんか一人でもさ最近食べれるちっちゃいサイズのやつとかあるじゃん、出てる出てる、一、ね、人用のボックス、そう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 、ああいうので結構食べたりするんだよね。うわ、あでもそうなんだ、あれ試したことないや、これドシンプルはどこに持っていくかなんだよな、確かにそうなんだよ、そうそう、それを迷ってる、めちゃくちゃ決まりました、決まりました、はい、それでは私たちのピザベスポ3を発表しましょう。では同時にせーの、これです、これです、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃあ私からいきますね、うん、1位はあのなんかプルコギのやつ、2位はマルゲリータ、お3位はあのチーズもりもりのやつやつが多いえじゃあ私も、はい、紹介します。大石は1位マルゲリータ、2位シーフード、エビのホワイトソースみたいなやつが、はい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 、3位ジェノベーゼ、これジェノベーゼってピザでも言うんでしたっけ、ジェノベーゼって何、あそう、バジルのやつね、でもジェノベーゼってパスタかな、はいはいはい、なんか4位緑色のバジルのやつ4位って見えるんだけど、4位はチーズに蜂蜜かかってるやつ、うん、やつね、そのさ3位のチーズもりもりのやつは蜂蜜かかってもいいの、もりもりのやつはチーズかえなんだっけ、蜂蜜かかってない、かかってない方がいい、なんていうの、うん、なんかさ知ってる、チーズもりもりのやつ、うん、わかるわかる、なんかチーズフォーみたいなそれだ、それそれ、なんかピザ屋さんで言う、それ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 、なんかめっちゃ大きいやつもあったやつ、チーズあったかも、なんかいろんな種類がさ、いろんな種類のチーズがかかってるやつでしょ、そうそうそう、そう、それもね悩んだんだけど、美味しい、意外とピザはね私シンプルな、あそう、マルゲリータはそう、どこに入れ込むか、食べたもん、なんかクリスマスにスーパーであの小さく売られてるやつ買って食べたもんあなるほどね、うん、まあでもそうだよね、みんなが絶対なんか選ぶというか、なんか ね、 そうだよね、これね小学生の私だったら1位肉2位エビみたいな、そんな感じかもしれないけど、ちょっとね一周回って落ち着いてきたよ最近、あー確かに
プルコギのやつって、プルコギのやつ、うん、あのがっつりお肉みたいなやつ、あそうそう、なんかさあのあそうあのフォーとかにも絶対入ってるやつ、4個入りのやつにも絶対入ってるやつ、あれ意外と美味しいんだよね、あれ美味しいよ、美味しいよね、もうねタレが大成功大成功っていうかもう絶対美味しい、うんうん、ちょっとバーベキューっぽいよね、そう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 、ちょっと甘辛みたいなさ、それそれそれ、ね、美味しいよね、でも1はマルゲリータよ、本当だって2位じゃん、強気で来るね、そう2位、私も2位マルゲリータちょっと悩んだけど、うん、1位これはねもうね2人のこう意見を反映して1位マルゲリータだと思います、ね、マルゲリータそれ強いわ、プルコギもね確かにちょっと揺らいできたけど、そうなんだよ美味しいのよ、でもだとしたらチーズの方が個人的には上かな、あ本当チーズもりもりのやつ、でもねこれジェノベーゼは本当にこれピザに言うのかな、言わないバジル、あ言う、ジェノベーゼもね捨てがたい、私確かにねよく入ってる、お酒に合うんだ、あーそうなんだもうねそうお酒たしなもので、ちょっと白ワインとかとねこう行きたいですね、なんかねおしゃれな感じがする全体的にねそう本当にそう、割とがっつりめよねそうね私なんかがっつりめねチーズカロリー高そうなやつね、うん、めっちゃ美味しい、ピザなんてカロリー食べるようなもんよ、まあ、確かにそうね、それを気にしちゃダメね、なんかああどうしよう、えちょっと待って、これはもうまた宮田ちゃんにあとは託すしかないんですか、でもあれじゃない、合体技とかもできるんじゃない、知らんけどピザだって何のしてもええですからねえさ、でも今回さあの1位はもうあれだよねって決めつけに来てたよえだってこれはもう2人の意見をねこう統合してね、まあでもそれがね まあ最終決定は私ですからそこなんだよ なんか前回もなんかなんか知らんうちに決まってたからちょっと待ってね、いや、うんうん、やばい、すごいあの二人の仲がね縮まってるかもしれない、これは、お、はい、でははい改めてランキングを発表します、はいはい、ラジポが独断と偏見で決めるピザベスポ3はこちらです、ドン1位マルゲリータ、いいよ、2位チーズもりもりのやつ、うんうんうん、3位プルコギのやつということで、ジェノベーゼが入ってないよね、どうこれさ、なんかもうすごいよね、意見この前よりもさ全然このなんていう、いや待って待って、目の圧がすごいなよ、すごいこれもうなんか自分で書いてて、おなんか人の意見反映させてるなっていう感じがしたまあ確かにね1位はねちゃんと入れてくれたからそこは認めよう、マルゲリータでもまあまあチーズもそうね、私もまあ4位にそうねそうね、チーズはね2人で、やっぱ3位負けたか、プルコギか、3位ねプルコギのやつ、なんかワンチャンねあのジェノベーゼシーフードプルコギとかねミックスね、もうありかなって思ったけど、ミックスあり、おやおやこのコーナーだんだん分かってきたぞ、これ宮田のベスポ3だなあでもちょっとジェノベーゼのプルコギだって美味しいのか分からない、うん、今気づいちゃったけど、うん、だって全部これ宮田ちゃんの 1,2,3 位が入れ替わっただけだよね気づいてしまったね嘘これは宮田のコーナーだぞ、人の意見を聞いたもう書き直してもうこれすごいなと思って自分成長したなって思ったんだけど、まあでもエビ好きだからなんかどっかにエビ持ってくれればそれでいいや、あなるほどねエビが入ってこなかったまあいいでしょう、はいというわけでね、はい、ラジポのベスポ3は、ね、まあ、宮田のベスポ3が分かったということで、ラジポのベスト3をねこれからもね決めていこうと思います、はいはい、というわけでね、うん、はい、以上これが本当のベスポ3でした。宮田奈々子と大石あゆかのラジポ、お送りしてきました宮田奈々子と大石あゆかのラジポ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。ここでお知らせです。大石の活動については大石のツイッターの方をご確認ください。ここで私たちも通っていた A&C アカデミーからのお知らせです。文化放送が主催する A&C アカデミーでは春開校の第33期生を募集中。
応募締め切りは1月24日月曜日です。また募集期間中の1月16日には無料オンライン説明会を開催します。特別ゲストは声優の田中真奈美さん。 A&G アカデミーの YouTube チャンネルにて申し込み者限定公開で生配信します。各コースごとの説明や質疑応答もオンラインで個別に実施するので、 A&G アカデミーに入ろうと思っている人やアニメ声優業界に興味のある皆さん、ぜひ参加してみてください。応募方法など詳しくは A&G アカデミーのホームページ ag-ag.com をご確認ください。たくさんの応募お待ちしています。以上 A&G アカデミーからのお知らせでした。この番組ラジポでは皆さんからのメールを大募集しています。アドレスはすべて小文字でrajipo@joqr.net rajipo@joqr.net です。ラジポの綴りは RADIPO です。今募集しているメールテーマはふつおたです。皆さんの年末年始の話とかね、その他にもいろんな普通のお便り普通のお便りをお待ちしております。はい、ラジポは隔週更新なので次回は1月20日20日の木曜日放送です。はい、アーカイブは放送終了後から A&G アカデミーの YouTube チャンネルで更新されます。ぜひ聞き返してメールも送ってください。というわけで第2回放送でしたけど、はい、どうだったの宮田あー来たちょっといつかないつかなと思ったら、そう最後に入れ込んでみた。どうだ、でも、うん、なんだろう、なんかどうだった、どう、ねどうだったいやまあでもね、ラジポ的にも2022年一発目っていうことでね、あれなんですけど、まあ私たちは相変わらず年末なのでまあでもなんか前回よりはなんか宮田ちゃんもなんか笑いの話でねリラックスしたような感じは見受けられましたが、よかった。どう、まだ緊張してる？まあ緊張はしてるよね人に緊張してる、自分が緊張してるっていうのを聞くのもあれだけど、ね、それがもうはや緊張してるよね、多分ね。確かに確かに、まあでもいいじゃない、まだ4回あるし。あ、そっか、そうだね。私もね今ね言って思ったけど、なんか、うん、宮田ってこう言うのにこう勢いつけないとまだいけないから、うん、あ、それまだ距離あるね。そう、まだね、こっからね、まあ、でも私もそう、年末はねちょっとまだ次回、うん、年末は嘘、実家には帰らない、人狼のイベントがあったりして、その話も次回ねできたり、はい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 、あとはちょっと年明けは帰省してゆっくり過ごそうかななんて思ってるので ね、 あ、いいですね、うん、またそんな話もしていきたいと思いますが、うん、そうですね、うん、私もなんか作った料理とか、あ、また、ね、いいおせちの話とか。そうだよね、そうしたい。一人でもおせち作るの？筑前煮はとりあえず作る、あと栗きんとんも作る。すごい、その話をまたじっくり聞きましょう、うん、あとね笑い番組もいっぱいあるしね、うんうん、今後とも楽しみ笑いの話しとけば宮田ちゃんはとりあえずテンション高いからなというわけで皆さんからね普通歌もいろいろ募集してますので、ぜひ皆さん年末年始事情も送ってください、はい、お願いします。はい、2022年もラジポよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお時間です。お相手は宮田奈々子と大石あゆかでした。ほっ